今読んでる本ですが、はい、ヒューマン、
インドの、星になれっていう、まあ、インド版アニメ巨人の星誕生の秘訣、まあまあ、秘話っていうのがあって、で、どういう話かというと、この、まあ、巨人の星という、まあ、とても有名なアニメがあって、まあ、野球なんですね。で、その巨人の星のプロデューサーが、今度ですね、インドで同じその、ほとんど吹き替えになってるじゃないですか、インドとか日本のアニメっていうのは。で、今回は、吹き替えではなくてインド版を作りたいということで、もうゼロから作りたい。ただしスポーツっていうのは、まあ、国によってね、その読者が感じる気持ちとかは全然違うし、野球だと全然通じない。そうそです。こで、じゃあクリケットにしよう、まあ、インドで一番人気のクリケットにしようということで、この巨人の星の、まあ、登場人物が全てをクリケット選手としてるわけなんですね。で、俳優というか、一番主なキャラクターが、スーライチ。めっちゃインそうドでです。す。そうですね。で、巨人の星がですね、インドで撮影されて、放映されるときには、スーライチ・ザ・ライジング・スターという、アニメがですね、インドで放映されて、そうなんです。多分カラーズで、放映されたと思います。で、その裏の話がですね、あって、まあ、例えばまあ、クリケットにする、まあ、ただね、グラウンド変えて、制服変えるだけでするんじゃないかと、思いきや、そう簡単には話が、それでですね、例えば、巨人の星、のその登場人物の中には、まあ、ヒューマンで、いつもギプス、骨折してギプス好きなんですよ。ただし、インド人から見ると、まあ、日本人だとギプスだと、もうかなり、なんていうか、熱心で、強い人、強い意志のあるんだっていう意味があるんですけれども、インドではですね、虐待されたかと思われるので、それでギプスはもうここでは使えないとか、いろいろそういう話があって、まあ、日本語の学生には、まあ、まだまだ、早いかと思いますが、学者というか、ただ、日本語を教えてる人とか、また、インドに長年住んでいる日本人とかには、すごく興味があるんじゃないかなと思って、今日、この本、インドの星になれっていう、まあ、アニメの話じゃなくて、アニメ制作の裏にどんな話があるのかとか、あとは、面白い。面白いですね。今、まあ、実はその先週から読み始めたですね。はい。ということで、はい、ヒューマン、インドの星になれ。面白そう。ハイデラバードにいる、視聴者が、もし見たとしたら、このぜひぜひ 読んでください。読んでください。ここお貸しまします。でレビューまで来てください。1日200円でお貸しします。じゃあ、授業でも使いますけれども、まあ、個人で読み返すのも面白いんですけども、これを声に出して読みたい日本語チームが、まあ、日本でもベストセラーになったって書いてありますか。どうかわかんないですけど、まあ、いろいろ日本の文学作、まあ、文学作品だけではないんですけども、いろんな、こう、例えば、早口言葉とか、まあ、文学の方が多いですね。でも文学は、文学を、まあ、人が文学を読むとき、声に出して読むのではなくて、自分で読んでいて、で、その内容に感動するわけですよね。でも、これは、文学作品を声に出して読んで、その音を、楽しむという形で書いてある本なんですけれども、本当にいろいろ面白いですね。まあ、例えば、特に私が好きなのがあるんですけども、ちょっと探しに行くかもしれません。まあ、編集者は勝ったし。まあ、声に出して、読みたい日本語ですね。まあ、そうですね。じゃあ、探す間は。いや、私もこれね、日本にいた時も読んだんですけ
実は祖母の家にあって、で、まあ、読んでみて、その時は何も感じなかったんですけどね、インドに来てもう一度読んだ時に、はっっていう気づきがたくさんあって、すごく面白かったです。例えば、なんですかね、声に出して読むと、こう日本のリズムとか、日本語の音っていうのが、語呂合いです。そうですね。どのようにその文学に入れられて遊ばれているというか、遊びがあるっていうのがすごく綺麗だなと思ったり、興味深いなと思ったりして、で、まあ小説とか古典とか、あと詩、それから歌も、俳句とかもある、俳句もあるし短歌もあるし、歌も入っていて、でそれを全部こう読み比べてみたときに、共通点が見えたりしてすごく面白いです、ね。はい、では、まあ、はい、それは宮沢賢治なんですけれども、はい、宮沢賢治の風の又三郎っていう、あ、ドド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 ドアホイクルミを吹き飛ばせ、酸っぱいハリンを吹き飛ばせ、ドッドド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 ドそうですね、音が鳥ほど文学に、はい、影響している、日本の文学にね、うん、影響し、まあ、影響を及ぼしているのかっていうのは、まあ、このまさに、まあ、これですね。そうですね。で、ここ同じ詩の中で、その青いクルミを吹き飛ばせっていうのも七五調になっているんですね。そうなんだ。はい、で見てみると、いろんな詩とか歌が結局七五調だったりする。そうですね。ね、それでなんか、あ、面白いなと思って、うん、それもしかして自然にその仕事になっているのか、それとも、うん、そういう影響があって、まあ、作家も、でも日本語という言葉は七五調に なりやすいと思います。なりやすいですね、はい、で日本人にとっても七五調が聞きやすい、心地がいいっていう感じることなんですよね。じゃあ話してる時もやっぱりそのどういうふうに切る、まあ、今までの話だったので、うん、やはりその切るところは、うん、文法項目は、まあ、なんていうんだろう、その、だから書くときの、句読点が入るのと、はい、話すときの、うん、その、止めたりするじゃん、ポーズがね、はい、そのポーズは、まあ、多分、その七五調ではなってないと思うけど、声優とか、話が上手な人っていうのは、はい、無意識にそういうふうになっているのかなっていう、あ、まあ、一つ、まあ、研究の最初になるんじゃないかなと。日本人はね、無意識に、ね、もうポーズが、ポーズばかりしてるそうですね。あとなんか、標語とか、標語って、よく看板とかみたいな、危ない。はいはいはい。そういうのも全部七五調で書かれてたりして、そういうのはこう、うん、パッと心に残りやすいのかなって。日本人にとって、ね、うん、染み付いてるのかなって思ったりして、キャッチフレーズですね。そうですね。キャッチフレーズ、覚えやすい。キャッチポチポチですね、はい、よく読んでみたら本当に七五調なんですよ。5文字か7文字か、うん、結構そういうのを研究したら面白いですね。そうですね、はい、じゃあ、CD は CD ついてるんですか？ CD はない、ね、ない。じゃあ、はい、もうこれは日本人向けですので、読んでみて読めると思って、多分出るんです。で、まあ、日本人が自分で声に出して、いろいろ気づく。じゃあ解説はない。解説もあります。たくさんありますね、はい。こういうところが面白いよ、はい、とか、その文学的な解説とか。背景とか。はい。だから、すごい知識的にも役に立ちますし、そうですね、はい、とても面白い。ぜひ皆さんこれで音声を作ってください。実はですね、この前 そのセミナーでね、紹介したその本にもね、その詩を読む、俳句を読むっていうのが別々にあって、うん、で、そう読み方、はい、解説もあるし、CD 付きの、まあ、本なんですけど、ね、はい、どういうふうに、まあ、切り字のところ
そういうあの細かい指摘があって、はい、あぜあるのさ、コミュニケーションのための日本語っていう、はい、日本語トレーニングっていうのがあって、詩の読み方っていうのがあって、そうなんですか、ね。グローバルのセミナーっていうの、あのデリーでのセミナーで、その一個あの本を紹介した、紹介したんですね。コミュニケーショントレーニングの本っていうのがあって、はい、あのうちの、まあ、図書室に、あ、そうなんですか。はい。私はいなかったんですか。いましたし、いましたよ。はい。多分記憶が飛んで、そこだけ記憶が飛んでるので、はい、3人で、この前のあの JU のデリーの、うん、なぜか覚えてない。多分その本のとこだけ記憶が抜けます。ああ、セミナーはもちろん、あ、もちろんその話をしたのは覚えてない。ああ、はいはい、なぜかここだけちょっとあの、はい、あ、でもとても面白い、うんうん、はい、私も好きですか、はい、もういろんな面白い本がありまして、もう例えば早口言葉、これはまあ学生に、あの、うん、読ませたら絶対にみんな楽しむ。これありました。あの、もしかして視聴覚室でこれを使いましたか。はい、使います。使ったんですね、はい、そうそうそう。いや、あのワードファイルに、あ、そうそう、早口言葉っていうのがあって、はい、誰がやってるのかなと思って。あとはまあ受験も、ね、受験に覚えさせて。効果、あの効果っていうか、まあ、学生さんも喜ぶよね。はい。まあ、これであのちょっと文学に興味を持つようになると思います、ね。これ最初に使ったのは、うん、まあ、あの何年か前のことなんですけれども、あの、うん、エサージェリー。あ、はいはい、あれで初めて使いました。文学入門の、文学入門っていうか、まあ、まあ、はい、まあ、日本語の文章を読むっていう、はい、で、それで、まあ、あのいつも通りの、あの昔ながらのその文学の入門の仕方、まあ、だけだと学生は、今時の学生はあんまり寝ちゃう。寝ちゃう。しかも、はい、昼、あの3時から、はい、3時から、ね、はい、昼ご飯食べてます。まあでも、あの曽根崎心中とかも何でも入ってます。これはもう読ませたんですか。それと読ませましたね。あ、はい。面白い。曽根崎心中とか日本人でも読まない。百年一首はもちろん。あ。落語から半分まで、あったような気がしますね。あ、あの多分理学の国破れてさんがありますね。あ、あの芭蕉の俳句の、工場の月の、あの、天の、あ、そうですか、うん、いろんな人が参考にしたし、はい、まあ、理学はその中国で有名な、はいはいはい、いや、でも読んだことがないので、ぜひ読む。しみじみとしますよね。そうですね。リハの、はい、国破れてさんの白春にして総合歌詞、まあ、戦いの後で、昔はお城とかがあったところが全部荒れ地になって、うん、草がいっぱい生えていて、そこに立ってなんかあのその場所を見るといろんな昔の部分、あれ、あれ、俳句もあれですよね、その夏草や、そう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 、あ、それのもと、あ、そうなんだ。だからいろんなことに関係してきて、なるほど、なんか面白いな。ここはもともとの漢文、ここはまあ日本語の、あ、かなとかを使って、この
初めの2行はものすごく有名で、多分日本人はみんな知っているぐらいの、あ、で、これはリハクではなくてどこでした？残念、すいませんでした。この前に WC と一緒のラフル、まあ、研究の参考にはしないでください。工場の月もありました。工場の月、うん、あ、じゃあ、まあ、ちょっとあの先の話に、はいはい、戻しますけど、うん、あのここの、 あの、その吹き替えだけじゃなくて、まあ、ゼロから作ったって話だったんですけど、吹き替えはなし、吹き替えはもちろんないんですけど、まあ、吹き替えだけでもいろんなことを変えないといけないんですよね。そうですね、あのしんちゃんね、はい、ゆうちゃんね、そう酒が上手になってました本当に、はい、へぇ、いや、あ、それと、あとしんちゃんっていうのはね、ほら、親に対して使う言葉というのは、あ、日本人ならわかるけど、うん、インド人はね、ほら、親に対して使う言葉と、うん、まあ、その同等の同じレベルの人と使う言葉っていうのはもうはっきりしてるし、日本だと漫画の世界ではそれ許されてるわけなんですよ、うん、漫画世界というか、うん、まあ、日本人はこのしんちゃんはダメな子だっていうことを分かってるんですね。ダメな子の、まあ、なんていうの、許容範囲が、まあ、その範囲が、かなり柔軟なんですよね。で、インドはアニメとか、まあ、子供が読むものっていうのは、うん、道徳に、道徳、どうしても道徳が入らないとダメっていうのがあって、だから子供はそのやはりその道徳の壁をですね、もう破るっていうか、もう破るものは子供には読ませないというには、まあ、見てほしくないという親があって、まあ、一時的には放送禁止にもなったっていう話を聞いたんですけど、ね、そんなに、はい、そんなにあれだったんですね、影響が、はい、しかしね、それよりもその どういうふうに翻訳、あの翻訳というか、そういう、その、まあ、多分吹き替えだから、まあ、吹き替えの前にね、日本語から、まあ、ヒンディー語とか、まあ、ヒンディー語、そしてヒンディー語から、まあ、インドの、まあ、いろんな公用語に翻訳されたと思いますけれども。あ、そうですか。あの、ヒンディー語だけではないんですか。はい、マレーアルメア語も あると思います。だって、いろんなところで翻訳されてますから。でもヒンディー語は、あ、じゃあ、間違ってるかもしれない。うん、あ、まあ、見たことないんですけれども、はい、そうですね、はい。多分ヒンディー語だけ。あ、だけなんですか。あ、そうか、じゃあ、あの、ケルダでもやってるかなと思って、うん、多分その全国に全放送されてはいるけれども、言語としてはヒンディー語だけかもしれない。あ、そうなんですか、ね、あ、そうかもしれない、ね、なんか最近日本語で日本のアニメをやってるチャンネルがアニマスで聞いてアニマス、はい、本当にインドでやってるんですけど、うん、日本語でやってる。じゃあそこに字幕はあるんですか。いや、私が見たのはあの、ね、まドラえもんのね、ケララダ、あのマレーアルノ語版があって、あれ全部吹き替えなんですけどね、あのタミル語と、あ、この前の翻訳の課題として、タミル語、タミル語、マレーアルノ語とインディー語、この、まあ、この語話者が、まあ、あの中学生の語話者がいるので、翻訳をね、あの、思うんじゃなくて、なんていうか、その音の日本語の思うんじゃなくて、その、これ翻訳、学生が翻訳したものだよって言って、うん、渡したわけね、うん、でどれほどあのなんていうんだろう、その、自然な、言語になっているかあの聞いたらね、もうかなりもうこれはもうあので最後のね、タケコプターとかを撮ったんですけど、ね、うん、一番最初 あのみんなを幸せにするっていう、うん、まあ、今ちょっと覚えてないけど、まあ、みんないろいろ願いがあってそれを、ね、まあ、叶えてあげるのが僕の仕事だよっていう、そこだけを、うん、それも自然ですよ。自然な、まあ、僕なんですよ。で、後でね、じゃあ、はい、本物はこれですよって言われましたが、あー、タケコプターって。そこはもう、吹き替えはもうちゃんとやってるんですよ、ね。ただ、うん、今のこの話だとね、ちゃんとね、インド人に、まあ、適切な、まあ、インド人、うん、まあ、インド人にふさわしい、うん、まあ、あのスクリプトになってるけど、しんちゃんはどうしてそういう風にならなかったのかっていうのは私は最初からあの疑問なの、なんか放送禁止になる前にプロデューサーとかとの話し合いの中で、またそのスクリプトのね、何回も声優と
まあ、話し合いとかがあったと思うんですけれども、うん、なぜそういうヒアリングの時にその話が出てこなかったのかっていうのはとても疑問ですね。ただしんちゃん、それなくしちゃったらしんちゃんじゃなくなっちゃうから、しんちゃんじゃなくなるんですね、はい、あとプロデューサーもこれでちょっと悪そうな子が売れるんじゃないかという考え方もあったりそうかもしれない。そうですね、現実的にこういうのあるよみたいな、あるあるでいけるんじゃないかと思ったらやっぱり無理だった。まあ面白いですね。機械で言うのは確かにどういうふうに訳すかっていう、うん、機械でもそうだし、あの字幕でもそうですけど、いろんなこう課題がたくさんあります。修士課程1年でしたっけ、2年でしたっけ。ああ、2年生。2年生、はい、あるんですよ。サブタイトルを作って、ああで、その論文もたくさん読んだんですけど、確かに、ああ、その、はいはい、あ、日本人の知らない日本語などの、そうですね、の字幕、字幕を作成する、ね、はいはい、課題の前に、はい、あの、あ、何冊か論文を読んだんですね、はい、何個か読んだ、はい、で、その今どんどん自分たちで、ダビダビじゃなくて字幕を作って、うん、ネットに上げる人たちがたくさんいるじゃないですか。あ、そうですね。それを今度インドのその学校用語でやってみるかっていうのもあったし、うん、で、うん、はい、で、まあそれ、その一環として私たちもその、まあ、私のクラスメートはボボで、はい、私はベンガル語で、僕第2言語で、字幕を作ってみようっていう課題があったんです。で、まあ、ね、日本語ではあるけれども、他の言語でない表現とか、そういうのがたくさん出てきたりして、難しいなぁと。まあ、日本人の、ね、知らない日本語っていうあのドラマの中に、まあ、漫画でドラマ、うん、テレビドラマになった。で、その中にはね、もう外国人が、日本語教師に、あ、日本人の、日本語教師に、なぜ日本語がこうなっているかっていうのを、もう何回もご質問をするわけですね。で、いわゆるその日本、あの、だからその、酒だと、あの、助数詞がどうなるかとか、本だと、じゃあ一冊、じゃあ蛇だとどうなりますかっていうのを、中国人がね、いや、中国ではこうなんだけど、なぜっていう、話があって、これはあの字幕にすると、特にインドの公用語のこう字幕、公用語でね、字幕をつけるとするとかなり難しくなる。それをまあ5分くらいのものを、5分くらいですよね、全部やってる。あれは、いや、全部やりました。全部やりました、はいはい、全部やった、はい、25分、あ、25分やってくれたんです。やってくれたんですねって今、あのそういう意味で言って、はい、課題でした、先生。そうですね、はい、いや、あ、でも面白かったんです。あ、話し合って、ああ、ここも、まあ、難しいですね。いろんな疑問とか課題とか見えてて面白いなと思って。あれでも難しかったですよ。だから一つのその画面というか、ショットっていうか、うん、そのどれほどの字が入るかっていう。これからも難しくなるんです。そうですよ、ね、そう、どれくらい読めるかっていう。一秒間に何字読めるか。そう。で、限られてくるんですよ。スズギターみたいな感じ。そう。そんなところが読めちゃう。で、最近ではそういうのを無視して、あの注釈を上につけてみたりとか、うん、今はもうネットで見るときはストップして、ストップモーションで読めるから。そうですね、はい、とても面白かったので、はい、いい勉強になりました。あ、私もとても勉強になりました、はいはい、ということで、今週のポッドキャスト、はい、まあ、あの本、じゃあもう一回、じゃあ本の名前だけ、はい、言って終わりにします。はい、はい、私の紹介したのはハチミツとクローバーです。はい、マンナです。はい、インドの星になれ、インド版アニメ巨人の星の誕生秘訣ですね。はい、声に出して読みたい日本語です。はい、はい、ということで、はい、さようなら。
冬休み前のそうですね、はい、冬休み前のポッドキャスト、まあ、今学期のポッドキャストはこれで終わりですね、はいはい、ではまた、来年またよろしくお願いします。良いお年を。